スが登場、弱いボスが登場するステージだ。君の全力をぶつけよう。登場するステージだ。君の全力をぶつけよう。手強いボスが登場するステージだ。君の全力をぶつけよう。手強いボスが登場するステージだ。君の全力をぶつけよう。手強いボスが登場するステージだ。君の全力をぶつけよう。Yeah.
下に持ち越しとなりますが、入れてほしいとさあ、明日に持ち越しになりますが、今回の結果だ。勝利ボールスの最後の残り残りが残り冷戦がしない時間となります。データを書き込もう。書き込み完了。そう、大分県ともワイルドデアが4枚出てますが、最後出るか。はい、発掘レーダーを使うぞ。レーダーを上下させて発掘するポイントを選択しよう。レーダーを回して今回発掘できるゾイドを調べよう。レーダーを上下させて発掘するポイントを選択しよう。レーダーを回して今回発掘する超レアなゾイドを発掘したぞ。今回は特別にこのカードを追加するぞ。データを書き込もう。書き込み完了。続けて発掘するときはコインを入れよう。やめるときは青ボタンを押そう。続けて発掘、連続発掘ボーナス。レバーを上下させて発掘するポイントを選択しよう。レーダーを回して今回発掘できるゾイドを調べよう。レバーを上下させて発掘する。ゾイドを発掘したぞ。最新弾の同じゾイドを発掘するとカードブーストがアップするぞ。カードブーストアップ。ゾイドカードが強くなったぞ。復元するカードを選ぼう。データを書き込もう。書き込み完了。続けて発掘するときはコインを入れよう。やめるときは青ボタンを押そう。連続発掘。レバーを上下させて発掘するポイントを選択しよう。レーダーを回して復元するカードを選ぼう。データを書き込もう。書き込み完了。続けて発掘する。連続発掘ボーナス。レバーを上下させて発掘するポイントを選択しよう。レーダーを回して今回発掘できるゾイドを調べよう。レーダコインを入れよう。やめるときは青ボタンを押そう。続けて発掘するときはコインを入れよう。やめるときは青ボタンを押そう。続けて発掘するときはコインを入れよう。やめる
ときは青ボタンを押そう。続けて発掘するときはコインを1連続発掘ボーナス。レバーを上下させて発掘するポイントを選択しよう。レーダーを回して今回発掘できるゾイドを調べよう。レバーを上下させて発掘するポイントを選択しよう。レーダーを回して今回発掘できるゾイドを調べよう。レバーを上下させて発掘。コインを入れよう。やめると連続発掘。レバーを上下させて発掘するポイントを選択しよう。レーダーを回して今回発掘できるゾイドを調べよう。レバーを発掘するポイントを。Come on!